弾道ミサイルこれはこれまで最長の飛翔時間でありかつこれまで最高の飛翔高度であったと推定をいたしております。中谷防衛大臣によると今朝北朝鮮から発射された ICBM 級ミサイルについて過去最長のおよそ1時間26分間飛翔し日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したということです。高度は過去最高の7000キロを超えると推定しているということで、従来のミサイルを超えるものという見解を示しました。林官房長官は北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議したと明らかにした上で、北朝鮮がさらなる挑発行為に出る可能性はあるという考えを示しています。 一方、北朝鮮がミサイルを発射する前、アメリカと韓国がオースティン国防長官とキム・ヨンヒョン国防相の出席のもと安保協議会議を開催。両者はロシアと北朝鮮の軍事協力が 物資の移動を超えててて実質的なままで続いいいると強く非難していましたこのことから韓国の聯合ニュースはミサイル発射はアメリカと韓国の非難に不満を表す一方ロシアに向かっている国際社会の視線を分散しようとする意図もあると報じています。